8月6日、平和の大切さを考えようと毎年行われている目黒区平和記念事業が行われました。まずは平和の石の集いが目黒区総合庁舎前にある中目黒自然と仲良し公園で行われました。この公園にある平和の石は核兵器の廃絶と平和実現のシンボルとして昭和61年に当時の広島市長から被爆した旧広島市庁舎の階段の一部が寄贈されたものです。この石の前で広島に原爆が投下された8時15分に合わせて1分間の黙祷が捧げられました。その後、荒牧目黒区副区長をはじめとする関係者によって平和の石に花や折り鶴が手向けられました。そして目黒区民センター公園に場所を移し、10時30分からは平和の鐘の打鐘が行われました。この鐘は目黒区名誉区民で人間国宝の香取正彦氏から寄贈されたものです。青木英二目黒区長や区民センター児童館、学童保育クラブの児童などが参加し鐘をつきました。区長としては、私も3人の子どもがいますけれども、次の世代に平和の尊さをしっかりと伝え、私のも住むこの目黒区の平和のまちづくりにさらにチャレンジをしていく、そういったことを今日のこの原爆の日にあたって改めて区民の皆さんにお誓いをしたいと思います。